選手、まず体がすごい体してるんですよ。仕上がってます ね、 そうですね。チャンピオン、フランスのノルディーヌ・ウバーリン、一方黒と緑の徳間、現在の暫定チャンピオン。自分の距離になると手数がどん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 出てきますから。井上拓磨自身は踏み込んでて見えますが、そうですね、ウバーリも、ウバーリが山中さん変えてくる可能さんですか、はい、攻撃も、まずいます。右ストレートやってきます、ウバーリ、まあ、うっかり避けるということを一番、はい、避けて右のまで行くの、そうですね、今みたいにしっかりければいけない、そうですね、ダスピ、飛び込んでいきます、飛び込んでくるところがウバーリ、やっぱりあのストレートのタイミングはいいんで、はい、左で打ってきたりいろいろ変えてくる、左の後のパンチもどん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 繋がって左をですね、はい、あとこれはもう少し見せたり、これだけ距離を、おっと左に入ってきました、今もあとこの右も気をつけなければいけない、ウバーリのフィニッシュブロー、左ストレートが伸びてきた、バランスを崩した、ダメージはどうでしょう、本当に打ち出せばどんどん来ますからね、右アッパーが一発入った後のウバーリの畳み掛け、左を変えた、はい、今の距離は逆に大事なラウンドであります。で、右から攻撃したり、いろいろ足のポジショニングも変えて攻撃してるんで、立ち入るんですね、だから拓磨選手はおそらくやりにくいのはやりにくいと思います、はい、それをどうフック気味の左と、あ、左も種類を想定していたそうです。選手も、まあ、待ちもいいけども、井上慎吾トレーナー、あの畳みかけていきたいというそんな指示、ウバーリも非常にディフェンスのいい選手のジャンプを出したりアグレッシブに、はい、あと左をダウンを消したり、今はこれでいいですよ、はい、ディフェンスダメージを回復できるまで足を使って逃げたい、プリンスバンタム級王座統一戦、やはり井上拓磨にとっての回復しながらボクシングをしてほしいんです、少しですね、あと右踏み込んでいきます、いや自分からこれで試合の流れを変えに、まあ、ウバーリはおそらく倒してはないんで、はい、プレスかけるという展開に出ることは、はい、向こうからすると、ウバーリからすると嫌なんで、ボディから入っていきました、さあここはしっかり守る、ここはしっかり守る、ガード左だ、拓磨でした、ただ途中からやはりカウンターで左を合わせます、井上拓磨。仕留めるときは見えてきそうな気もしますが、そうですね、もうしっかり外して、はい、ここでちょっと自分から行く、今当てましたよ、た一瞬井上拓磨の、はい、でやはりここからは何を中心に行くのか、飛車をどれだけ避けるか、それを本当に細かく細かくやらないといけない、カウンターを狙うというのも一つの手ではあります、そうです、僕はもう少し手数を軽くでもいいんで、はい、4ラウンドの段階でも5ラウンド、あれではまだ逆転のチャンスあると思います、そうですか、はい、変えています、うまくもっとジャブを拓磨選手は有効活用してほしいですね、はい、あの逆転で狙っているところはあるんで、このウバーリの引きを合わせようという、自分はダウンしたことないぞと自慢げに話す、こういう応援は本当に力になりますからね、皆さん、はい、それほど感じませんね、そうです、それほど感じないですし、その後というのは注意しないといけないですけどね、警戒しつつ邪魔してもいいかなではありますけど、とでのクロスを打っていけば、もっと手を出していけるので、はい、しっかり取っていきたいですよね、不用意にはウバーリも左を出さなくは、先にリングの中央へ、山田さん、あの、はい、いきなりの右が良くなってきたんですね、そうですね、まあ、プレッシャーかけられてるようには見えますけど、はい、なんかパンチを打ちたいという指示がありますね、あと左カウンターでもらいます、そして大橋会長、はい、タイミングが少しずつですけど合ってきてると思います、ただそこは奪われて、ここ数ラウンド拓磨のペースで攻めていけと、そうですペースも出ています、あと左をもらったと、左を返しました井上拓磨、奪った選手、ただチャンスに恵まれず夢の世界チャンピオンにはなる、ウバーリ一族、あの WBC 世界をジャッジがこのラウンドをどう読みますが、全12ラウンドのうちの3ラウンドに1人います、さあこうなるな、残りは4ラウンド、戦い方はければなりません、井上拓磨、まあ、アグレッシブに攻撃しているというところで採点を、まあ、いかがでしょう、まあ、開きすぎてるかなというのを見て、こちら部分を取らないといけないですね、進めました、その背中を追いかけ、心ついた時にはボクシングを始めて、ま、動かしたいですね、そうですね、戦いがパンチが当たる距離であれば、はい、カウンター戦もありますから、ここはチャンスではあるんで、もしウバーリが足を使い始めたでしょうか、左ボディナイスですね、もっと攻撃を出してですね、はい、右の脇腹を前に出すような形で、ね、打つ方も怖いんですけどね、はい、カウンターも上げてほしいですよね、ボディラウンドですね、マラカさんのウバーリもボディに左を合わせてきます、勝負の最終ラウンド、何度もボディから上まで繋げてほしいです、はい、今日は拓磨選手の方ですから、右から入って左フック、はい、どうぞ、井上拓磨サイドですが、
右ストレート、タイトルマッチ、2人同時のタイトルマッチは経験あります。ただタイミングっていうのはいいんで、当てるんで、はい、どん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 行くべきですね。基本的にはプレスをかけて自分から行かないといけない、はい、それから左ブロー、もっと出してもいいですね。ないですね、はい、ちょっと行った方がいい。あ、勇気はいらない。覚悟の戦い、残り3ラウンド、井上拓磨、ここから逃げに入ってきます。ウバーリ、その気持ちをオールが必要になってくる戦いです。ワンツー、という夢は暫定という方。あっと右、ダウンターの右、さあ井上、いや、いいタイミングのカウンターですよね、はい、遮断させる、大きなパンチをもらわないようにという。あと、そうですね、まあこれで KO 負けしたら仕方がない、この距離で、ね、すごくそれをイバーリも嫌がっていました。ここでプレス、タクマの中で倒したいという気持ちが、もっとボディでいいですよ。右から入って左、ちょっとやっぱ上を狙いにいますね。そうですか、そんな戦い方に絶対に勝って、この3分間に全てをかけてほしいですね。はい、内側に持っていく井上慎吾トレーナー、大きな声でですね、全部出し切れ、はい、後悔だけは。ボクサーとしての成人式を間もなく迎えます。今度はできない井上拓磨、倒すか倒されるか、この試合でいいと思う。奪われるとする気がないんですよ。そう戦い方してるので、この辺はあと発揮できるか井上拓磨。ガードしてもうパンチを避けるじゃなくてブロックで攻撃。いいよ、効いた、効いたしましたね。効いている、苦しいでしょう。左、右ストレートはしかし届く、ボール奪わり、2度目の防衛に成功です。そして暫定チャンピオン。